グループ討論ですね。こうすると 50% 残っていく。あとは実際に現場で体験するとかっていうのがいいんですけど、一番は自分以外の人に教える、日々学んだこととかを人にアウトプットするともっと自分に入り込む。でここで見て取れるのが、非常に不満と満足って大して変わらないんですよ。非常に不満と満足、ただ一気に感動いくとドンとリピート率が上がる。